エティエンヌ・テルスは、フランスの画家である。かつて、カタルーニャ君四国の領地だった、ルシオンと呼ばれる地域の風景を描いた。フランスの南端、スペイン国境に位置する、ピレネーオリアンタル県のエルネで生まれた。絵の才能を早くから示し、17歳の1874年の冬に、パリに出て、エコールデ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルのスタジオで学ぶが、 パリの生活には馴染めず、エルヌに戻り、貧乏のルシオンと呼ばれる地域の風景を描く生活を続けた。友人には、同じルシオン地域の画家、彫刻家、アリスティド・マイオールや、しばらく南フランスで活動したアンドレ・ドランやアンリ・マティスがいる。マイオールを通じて、ナビ派の画家との交流もあった。長く忘れられた画家であったが、故郷のエルヌで再評価する動きが出て、 1994年にテリス美術館ムーゼテーラスが設立された。2018年に美術館のテリスの作品とされた収蔵作品の140点のうち82点がテリスの作品でないことが発表された。ありがとうございます。